どうも、シルクロードです。そういえば、自己紹介ってしましたっけ？ということで、今日は改めて自己紹介をしたいと思います。シルクロードです。現在18歳で、8月のね、中旬、まあ、19日頃に年が一つ増えます。性別は女子です。男性です。国籍は I am Japone。163センチです。みんなにね、肩幅が若干広めだからちょっと大きく見えるって言われるんですけど、めっちゃちっちゃいです。体重は54キロぐらい。バスケット、サッカー、水泳、少林寺、総合格闘技、アルティメットが好きです。結構あるんですけど、あえて言うならウルフルズさんとスクリューレックスさん、桃色クローバー Z さん、この3つが自分は特に好きです。ハンマーバキ、ワンピース、ホーリーランド、シーザーサラダ、ラーメン、そして肉。飲み物、コーラ、雪印コーヒー、レモンティー、プロテインは、ダントツでキングダムハーツです。夢のコラボですよね、あれは。クラナドですね。あれは泣けます。泣けるし、ギャグ面白いし、もうあれはアニメ界の最強と言っていいんじゃないでしょうかね。料理がクソ苦手です。大体ダークマターになります。めんどくさがりで危険を察知する能力が異常に低いです。なので怪我が半端じゃなく多いです。山田裕介さんですかね。ハンガーヌンチャク、まああと YouTube、 筋トレですかね。あとダントツでスポーツと絵画です。絵を描くことね。外国人っぽい子とかね。まああと話が面白い子ですね。一緒にいて楽しい子は最高です。面白いし、ノリがいいやつがやっぱいいっすね。ただネチネチしたやつだけは無理っす。あの泥のような性格を持ってるやつだけです。トリマやれ、桃色クローバー、ぜ夏、セミがうるせえけどあれも風物詩、ピンク、黒、あなたとコンビニファミリーマート、家族ですかね。はい、こんな感じっすね。はい、自分はこういう感じの人間です。まだ他にもね、聞きたいことがね、あったら、あの足のサイズとか脇の臭さとか、鼻くそのでかさとか、そういうのが聞きたかったら、ぜひコメント欄にね、いろいろと全部何でもいいんで書いちゃってください。そしたらまた次回のあれで答えたいと思います。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、アデュー。